平寺口駅戻ってきました。今日はここから歩き始めます。本日は出だしから僕の細道的な道になっております。 Google マップさんにナビしてもらいました。わかりますでしょうか。線路に猫が座っております。こっちおいで。電車来ちゃうよ、猫ちゃん。電車来ちゃうよ。なんか旧街道っぽいですね。大通りから一本脇に入ってみました。公園があったのでトイレに行っておきます。あるところで行っとからない、行っとかないと、もしもの時大変なので。この道は平平寺に行く旧街道なのかもしれませんね。ここはあの駅です。広い道に出ました。また並行している細い道の方に来ております。今日の歩行は永平寺口駅から宿直なんで、電車とかに乗らない分少し楽です。なんか街道松のような松並木が現れました。松並木はまだ続いております。フェニックス通りを行こうと思います。すごい大都会ですね。
一里塚跡がありました。これは今通ってきた道は北陸道です。これが証明しました。見えるかな。北陸道っていう呼び方と北国街道っていう呼び方あるけれど、どっちが正しいのかな、それとも違う2つの道なのか、ちょっとそこら辺のことがよく分かりません。当時の街道って宿場町から出るとどんな感じだったのかな。本陣跡っていうのもありました。右方向です。了解しました。こちらにも一里塚跡の碑がありました。北海道鳥羽橋って読むんですかね。もうすぐ鯖江市街に入ると思います。今日も朝から何も食べておりません。でももうすぐ宿に到着しちゃうんで、いや今日も宿で着いたら何か買って食べよう。電車鳥羽中駅って読むのかな。もうすぐ市街に入るかと思ったけど、まだまだのようです。なんだか茅葺き屋根の古い家がありました。こんなものもありました。北陸道あるいは北国街道と呼ぶそうです。両方ともいいんだね。ここにも何やら古い道標がありました。ちょっと意味わかりません。これはまたでかい、なんていうんだ、石に水落ち宿場跡って読むのかな。でかいの出てきましたね。鯖江に泊まっておりますけど、こんなところがあるとは知りませんでした。北に進みます。もうすぐ宿に到着します。今日の昼飯兼夕食です。お腹ペコペコだったのでいっぱい買いすぎてしまいました。酢豚弁当、コーンサラダ、やみつきキャベツ、和惣菜6点盛り、越前そば、はい、こんばんは。
今日は朝サバエを6時24分発の電車で出発して永平寺口まで行って、そこから歩き始めました。今日は宿、目的地は宿でした。サバエのなので、電車の時間とか気にすることはありませんでした。総歩行距離は29キロ。まあ今日は平地のここひたすら歩くっていうような日になりました。そうですね、今日はこれくらいで。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。